はい、パッドレッドロックゲームチャンネルです。ボンネットバス、車体が短いからな、こっちの方がいい気もするんだけどね。ウインカー出すタイミングがわかんない。まず50キロまでだ。して、ここまで行っていいでしょ。で、ここウインカー2回出すね。そうしないと減点食らうでしょ。これマシな方ですよね。見てる人は下手くそだなと思って見てると思うんですけど、あ、これ対向車線走行だ。あれ、うん、対向車線走行じゃない。あー、ここで信号待ちか。いや、突っ込まない方が良かったのかな。ちょっと分かんないんだよね、そこが。まあこういう感じでいって、釣りにするかと思ったけど、軽く脱輪してた。脱輪は気にせず行った。脱輪は気にせずとか本当はダメなんだ。このゲームに関してはもう減点気にしないでやらないとね。完璧にやるとしたらこのゲームはクリアできません、ね。こう来て、うわっ、で、うわっ、あー、ここでもったいない。あ、こっちだね。まだ青になってる。これよって、え、急発進ダメなの。まあ、ダメだけど、これをぐるぐる回って、これでまあ脱輪30点ぐらい減点で済めばいいんだけど、うわあ、これ20点、なっぷり通り30点で済めば、こうやって、あんま余計なところで減点食らいたくない。そしたら、こう切って、まだ食らうかんのか。ひどいよ、これ。ひどすぎでしょ。ああ、脱輪。まあ、あと1回ミスでいけるでしょ。
回ミスできるんで、難しいな、これでもチャンスだよな、ここまで行ったことないもん。あーと1回お、いける、チャンス、チャンスだけど、あと15秒、結構な。ああやっとゴールだ。おおすげえ。いや長かったなこれ。いやこれよくクリアしたな、自分でも思ったよ。あこれ難しいね。スコア全然。ランクインされてん、どこですか？あー、タイムか。はい、もうこれでいいです。チャレンジモードは。なんかね、YouTuber さんでね、高郷さんって人のね、動画見て、ちょっと参考にさせてもらってね、やったんですけど、高郷さんがプレイ動画上げてなかったら俺やってないね、これ。プレイ動画っていうか、まあ、ゆっくり実況ですよね。あれ？高郷さんがやってなかったらもう、絶対このチャレンジモードやってないですからね。いやーでもすごい人いるもんだね。よくあれやるよな、って感じでした。本当に。もう高郷さんがゆっくり実況の動画上げてなかったらもう、絶対やってなかったんでね。まあ、クリアできてよかったなと思います。まあ、こんな感じでね、もう東京バスガイドはもういいかなと思います。ミニゲームってなんかポケットステーション持ってないとできないんでしょ？あと、ポケットステーション持ってないんでね。まあ、この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。